おはようございます。ここは沖縄那覇空港でございます。今からね、東京羽田空港に行くんですけれども、日本航空を使っていきたいと思っております。で、今回ね、もともと普通席で予約していたんですけど、なんとね、クラス J がめっちゃガラガラだということでね、せっかくならクラス J にアップグレードしようと、プラス1000円なのでアップグレードしてみました。で、今回乗る機材については A バス A350 ですね。2019年にデビューした機材でございます。最新鋭の機材です。はい。で、まだ並んでいないんですけれどもね、隣のね、24番搭乗口ですね、こちらはね、スカイマークのね、東京羽田行きでございます。10分しかね、着く時間変わらないので、こっちでもいいかなって思ったんですけど、今回修行なのでね、もう JAL を選択しております。今12時40分なんですけど、福岡行きに関してはもうめちゃくちゃ埋まっていますね、ベンチが。それなりに需要はあるってことですね。はい。で、東京羽田行きに関しては一番奥なんですけど、今めちゃくちゃお腹空いたんですよね、本当に。もう中途半端な時間帯なんで、食べるかどうか迷いました。はい。結局ね、食べないことにしました。羽田着いてから食べようと思います。今回普通席に関してはね、イヤホンが配布されないということでね、申し出てくださいとのことでした。はい。僕クラス J なので関係ないんですけどね。はい。クラス J は優先搭乗が終わって次の段階で入ることができます。普通席の後方の席の段階と全く同じです。エアバス350の顔ってめちゃくちゃ特徴的ですよね。ボーイングの飛行機みたいな顔してますよね。知らんけど。前方2列がファーストクラス、その次にクラス J シートがあります。前から3番目ですね。僕指定したのは 7K でございます。お昼出発の便ということでね、結構ね、空いていましたね。ビジネスの需要もないですし、観光の需要もあまりない時間帯なのでね、はい。もちろんね、隣も空いていたので、使い放題というか、お貸していただくっていう感じになりますね。で、最新鋭の機材なので、もちろん USB ポートも空いていますし、映画も見ることができます。肘掛けのところに一応ミニポケットあるんですけど、あんま使わない方がいいと思います。多分ね、着陸の際に、忘れると思うので、物はあんまり入れない方がいいと思います。この JTA のジンベエセットね、乗ったことあるんですけども、中身はね、普通の JTA と一緒でしたね。はい、同じく東京羽田行きの ANA の飛行機がやってきました。同じ時間帯の飛行機なんですけれども、スカイマークと ANA、 そして JAL、 3つの飛行機が羽田に向かうという感じですね。それだけ需要が多いので、これぐらいでいいんじゃないかなと思います。同じ時間帯の出発なんですけど、今回は ANA に道を譲るそうですね。はい。これ、どの飛行機が最初に行くとか、そういうのを判断する仕事ってすごくかっこいいですし、すごく大変でしょうね。前飛行機乗った時は、有村架純と菅田将暉主演の花束みたいな恋をした、だったんですけども、また変わってますね。定期的にね、映画変わってると修行もね、楽しくなります、すごく。はい。はい、それでは離陸していきます。
ベルト着用サインが消えてドリンクサービスが始まりました。クラス J 専用のね、専用というかオリジナルのドリンクでございます。野菜ジュースですね。まあ、冷え冷えだったんでシャキシャキしててね、すごく新感覚の味でした。いつもはねこんなシャリシャリじゃないんですけど、逆に美味しかったです。こういうのもありでした。はい。でクラス J シートにはね読書灯もついています。あんまりね光はない強くないんですけれども、こんな風に自由に動かすことができます。リクライニングのナボタン結構硬かったんですよね。新しい機材なんか知らないんですけど、押したらガクって倒れる感じですね。はい。映画に夢中でね、枕の意味をなしていないんですけども今は、疲れた時はこうやってゆっくりすることができるような仕様になっております。電気消しておきますね。一応ね首を休ませるねネックレストみたいなのもあるので、寝返りを打つこともすごくな容易になっております。でこの最新鋭の機材のもう一つのすごいところが、映画途中で終わってしまうことありますよね。もう着陸してしまって、そういう場合っても途中から始めることができるんですよね。次乗るときにこの番号を控えておけば次も途中から見ることができます。はい、もうそうこうしているうちにね、もう関東平野に入ってきました。関東平野はね日本で一番広い平野なので、まあさすが日本の3分の1が住んでいる首都圏だなと感じております。2020年の3月まではこうやって、都心の真ん中を通るルートはなかったんですけれども、羽田空港が国際化さらにする上で、まあ滑走路というか着陸する方向を増やす必要があったんですよね。なのでこの方向を取り入れたということになります。まあ、主にね風の影響もあるので、午後3時ぐらいからの着陸がこの都心通過ルートになる可能性が高いということです。僕は狙って乗ってるわけじゃないんですけど、たまたまこういうことがあったんで、まあ、たまには運がいいかなって思います。はい、今見えているのが五反田とか大崎とかそのエリアですね。山手線って品川とか東京とか、まあ、新宿とかやったらビルいっぱいあるってわかるんですけど、こうやって見ると山手線の普通ぐらいの駅、まあ、大阪でいうと弁天町とか西区町とか、まあ、その辺りの規模の駅でもかなりビルは多いように感じます。さすが東京っていう感じですね。はい。着陸の寸前にね、東海道新幹線の新幹線の車庫があります。東京と品川の間から田町ぐらいのところから分岐をしてここの車庫に入るそうです。羽田空港には未だにね、使われていない飛行機がたくさん止まっています。日本のね、ワクチン接種がね、結構進めば、まあ、海外旅行もね、まあ、簡単により行けるんじゃないかなと思います。それ一択ですね、ワクチン接種。まあ、そうこうしているうちに着陸しましたね。はい。羽田空港って本当あれです。那覇空港と比べ物ならないぐらい大きいですよね。特に伊丹と比べてもね、全然違いますよね。日本の二大都市、東京、大阪と比べても。まあ、国際線もね、関空とかと、ね、比べ物ならないぐらいね、羽田空港には来てますからね。はい。
はい、ということで東京国際空港羽田空港に着陸いたしました。まあね、クラス J ねめちゃくちゃ空いていたので良かったかなと思います。クラス J 専用のね野菜ジュースもねちょっとキンキンに冷えていて新しい感覚も味わいましたし、まあ、良かったかなと思います。もう何よりもね午後3時ぐらいに着く便って風の影響で東京の都心ルートを通って着陸するルートなんですよね。なので渋谷であったり大崎であったり、まあ、そのような上を通るので非常に東京の都会らしさを感じれるフライトでした。てな感じで今回も動画を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。あっちの方にね新しくなまったフライトが飛んでいってますけどもね、羽田空港は本当に忙しい空港ですね。はい。